首の深いシワでお悩みのそこのあなた、首のリンパを流しましょう。こんにちは、井上です。今日はですね、乾燥の季節になってきて、首のシワにお悩みの方がこれからの季節増えるんじゃないでしょうか。基本的に首のシワって顔のシワより皮膚がめっちゃ薄いんですよ。なので紫外線を受けるだけでシワができやすくなるって言われていて、しかも360度夏日光に当たってたので乾燥してどんどんシワができやすくなるって言われているので、基本的に保湿が必要って言われてるんですけど、コラーゲンの減少で首のシワは深くなっていくって言われているので、失ったコラーゲンはなかなか復活しないと言われているので、リンパの流れを良くするとですね、自分の体の中の水分をしっかりと運べて乾燥を防ぐことができますので、しっかりクリームを使いながらリンパを流す、今日はそんな方法で首のシワをなくす方法をご紹介していきますので、ぜひ一緒にやってください。それではまず最初にですね、ここの耳の下からこの筋、強さ乳突筋があるんですけど、ここですね、これをこうつまんでほぐしていきます。軽くつまむだけです。これを30秒間ほぐしていきます。いきます、よーいスタート。はい、こうほんと軽く、ほんとムニムニムニっと。これはですね、結構いろんな動画でも紹介してるんですけど、結構これはね、やってもらいたい。いろんな顔のお悩みがある方なんかに。そうですね、はい、やっぱここの収縮からのこの首のシワっていうのは、これはもうね、否めないので、ぜひね、ここは緩めてほしい。硬い、ガチガチの人めっちゃ多いね、特にこの上の方とかね。はい、30秒経ちました。はい、そしたら今度逆側いきます。よーい、スタート。で、これ結構硬い人はこう首をこっちに向けちゃうと掴みづらくなっちゃうんですよ、張っちゃって。だからこう正面向いてると、掴めない人はね、正面向いてやるとめちゃめちゃ掴みやすいので、こう斜め向けばいいのか、俺がこんな感じでもみもみもみしていきます。癒着しちゃいますからね。そうです、それを引き剥がすと。はい、引き剥がしていきましょう。はい、はい、30秒経ちました。はい、そしたら皆さん、何かクリームか乳液かありませんかね。これで保湿しながらシワを伸ばしていきますね。このぐらい軽く取ってもらったら、鎖骨のとこに軽くこうスッと指をセットして、刺さなくていいんで、軽くクッと鎖骨を押さえる程度ですね。そのままクリームを首に塗りながら、横にこうクリームを塗りながら優しく撫でていきます。40秒間一緒にやりましょう。よーいスタート。さっきも言ったんですけど、首の皮膚はですね、めちゃめちゃ薄いんで、優しく、超優しく撫でてるぐらいです。軽く、本当にもう軽く撫でる、こすらず撫でる、もう撫でてるというか、なんだろうね、もう察する、察する、やっぱこする、撫でる、察する、日本語って難しいですね。一番弱いさ、表現ってなんだろう、はいはい、触れる、もう触れるだね。あの金魚すくいの紙、はいはい、なんていうんだっけあれ、あペペっていうんですか、初めて聞きました。違う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 、なんていうんだっけ、ぽい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 こうぽいだと思って、ね、はい、40秒経ちました。 OK、 もっと早く言ってくれればいい。どうしよう、ぽいもんですか。うん、ペペって言ってよく笑わなかったねそしたら今度逆側、こっちをグッと鎖骨を押さえたら、こっちを軽く撫でていきます。よーいスタート。はい、もう本当になんだ、クリームと首と手のひらの間にクリームがあって、それをなんかをこうなんていうの、クリームを撫でてる感じってのかな。なるほど、今のちょっとイメージできましたよ。手は首に触れてないんですよね。クリームを撫でてる。そうです、間にクリームがあるんですね。そうそうそう、はいはい、だから首は撫でてない、クリームを撫でてるまた難しいですけど、そういうことですね。そう、これクリーム足りなくなったらね、ふんだんにこうクリームを、お風呂とかでできそうですね。そうですね、もう首の真ん中ぐらいまで、後ろの真ん中ぐらいまで、今だから180度を攻めてます。はい、40秒経ちました。はい、そしたら両方の鎖骨を押さえて、このまま上向きます。上向いたら、あ、う、あ、う、をやっていきます。1分間いきます。よーいスタート。あ、う、あ、う、あの時は口をマックスまで開くんですか。はい、う、はい、はい、あは大きく口を開いて、うは思いっきり尖らす。ほい、なるべく上を向いてやっていきます。なるべく上を向いてやっていきます。う、顔のあ、表情筋もう、いっぱいあ、動かして
やっていきます。口だけじゃなくて顔も表情筋もしっかり動かして全体的にやっていきますと。伝わってるでしょ。いや通訳しちゃって。通訳必要だと思います。皆さんも一緒に、あ、う、あ、しっかり押さえながら、あ、この時に鎖骨しっかり押さえながら、首の皮膚を伸ばしながらですね、伸ばしながら、そして顔の筋肉もまんべんなく使って、はい、1分経ちました。イエー。結構ね、僕もそうなんですけどね、年を取ってきてやっぱ首のシワって気になるようになってきて、で特にね、前側もそうなんだけどね、後ろ側の首のシワに悩んでる方とか結構お客さんでいらっしゃるので、しっかりこの全体的に今みたいなクリームをやりながらエクササイズしてあげると首のシワが気にならなくなっていきますので、ぜひこの乾燥する季節にこのケアをやって首まで綺麗になって、いつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアランス TV では、今にも消えたいつまで若々しくいたい、その方々が増えてほしいって思う動画を投稿しているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。